リオ、はい、あ、マジなんすか。リップゼラチンでしょ。え、そうですよ。打つね。え、ちょっと待ってください、3秒以内に選ばんとドタマぶち抜く。いーち、あー、ニタさんは知らねえな、そんな数字。男は1だけ覚えとけば生きていけるんだよ。じゃあ、やりましょうか。お願いします。今日は前回話した人と同じコードのバリスティックゼラチンを作ります。これでね、姉さんのね、ストレスもね。そうだね、いつも僕だとね、やっぱりね、うん、コンプラ的にね、そう、コメントでもなんかかわいそうみたいな声もちょっと上がってるので、今回ゼラチンでストレス解消しようと思います。よっ、はい、じゃあ早速作り方、はい、そう、前回と一緒なんですよね。濃度だけ違う感じです。用意するものは1リットルの水で作ります、今回は。はい、前回と一緒です。こ、はい、の場合はゼラチンが 100g いります。はい、なんで3箱と2袋、これでいきます。はい、はい、じゃあまずここにお湯を 500ml、 はい、はい、じゃあ次お湯を分けて混ぜます。今回混ぜきらない可能性があるんで、まずは熱湯300入れてください。了解です。はい、しゃあ、混ぜるぞ。入れていきますよ。はい、それをじゃあ私がガンガン入れていくから混ぜてください。はい、あ、なんか鈴ついてる、かわいい。濃いなぁ、濃いなぁ。前回、うん、ザペってやったゴミとかちゃんと片付けなかったです、うん、マジで。あとで面白くない。おってですか。もう楽しくなってきてるっすもんね、最近ね。やっぱリアクション勘違いされるよ。リアクション取れるっていうのがね、やっぱアクションマン冥利につきますよね。そうか、そうか。姉さんそんな愛があるから痛くないやつあるじゃないですか。うんうん、そうだよ、私ああ見えて結構加減してますからね。たまにマジで痛いやつあるんですけど、ね、そういうのもあるね。私のその時の精神状況も見えた。そうそうそう。人体濃度にすると泡が湧きます、はい、その泡をちゃんと捨てなきゃいけないのが前回との違いです。見えますか、泡。そう、それ捨てないと綺麗に固まらないです。はい、じゃあこれちょっとずつ入れますよ。混ぜながら、はい、おかわりの200です、はい、200入れてください。わ、臭い。どんな匂いする？水槽。え？亀の水槽。やだ。あ、本当だ、水槽の匂いする。いいっすよ。うん。いいじゃない。はい。うん。温泉ですね。雑なとこ。はい。はい。じゃあ、完成ですか？そうですね。はい。今、ここに、ゼラチン3箱と2袋なんで 100g 入りました。泡を取ってダマがないように混ぜます。じゃあ、うん、まだ寝かせばいい感じですか。うん、大体何時間ぐらい目安とかって。どうだろうね、あの前の硬さで1時間だったんで、もうちょっとかかると思いますね。はい、はい、じゃあ冷蔵庫に入れます。はい、よっ、はい、よっ、今日はダメですよ。やってくれるかと思ったんだけど、こぼしたらもうちょっと今まで努力終わり。こんな感じで、じゃあまた後ほどお会いしましょう。完成しました。人肉ゼリーです。